今回はこのねキノコのクリームソースの、はい、このリングイネ、なんだろう、カルボナーラっぽいのかな。カルボナーラとホワイトソースを中間って感じですね。はい、みなさんこんにちは、どうもどうも。今日こちらディズニーシーのカフェポルトフィーノに来てますよ。はい、今日もこちらで食レポ行こうと思います。こちらですね、ディズニーシー20周年スペシャルセットで、なんかね、牛サルイのカツレツとかあるじゃないですか。あと先日もなんかね、前菜みたいな小鉢系紹介したんですけども、このスタンダードメニューのパスタ、そういえば食べてないなと思って、パスタメニューもですね、今回一部新しくなってるっぽいので、はい、今日はそちらを食べてみたいと思います。行ってきます。はい、買ってきましたよ。これですね、カイプロトフィーのパスタセットってあるんですけども、今回は単品にしました。でですね、単品は2つあって、あのジェノベーゼはですね、前回あのカニ丸ごと入ってるってやつがあったので、今回はこのね、キノコのクリームソースの、はい、このリングイネ、こちらにしました。これね、3月の30日までってことでギリギリ間に合いましたね。これはね、単品だとね1280円ですね。でこれだけだとなんなので、この間食べて美味しかったですね、この生ハムとチーズのね、この前菜、はい、これもつけました。なのでこれ2つセットで1630円になりますね。はい、それでいただきます。はい、ドリンク生茶ですはいはい。で今回セットにしなかったのはですね、ちょっとお腹の減り具合でガツンとそこまで腹が減ってないのと、あとはちょっとあのミニの、あのトータルミニのデザートですね、あれがちょっと重そうだなと思って、あれなんだっけな、シトラスクリームのズコットですよね。あとは謎のスープ、リポリータベジタブルとパンのスープってやつ、なんかこれも重そうだったので、なのでちょっと食べきる自信がなかったのでパスタ単品しました。こちらカフェポルトフィーノって20周年のセットって、あのシーザル定食セレクションズのあのカツレツのイメージがあるんだけど、それ以外にも一応20周年のスペシャルパスタセットって一応あるんだね。危ない危ない、危うくこれスルーするところでしたよ、このパスタ。クリームパスタ好きなんで楽しみです。キノコとね、パンチェッタなんですよね。なので、まあ、いわゆるイタリアのベーコンですよね、とキノコということで、なんだろう、カルボナーラっぽいのかな、どういう系のクリームなんだろう。はい、それではこちらいただきます。うん、美味しい。これめっちゃうまい。もう一回いい。うん、カルボナーラとホワイトソースを中間って感じですね。カルボナーラほど濃厚ではなくて、ちょっと薄味のスープっぽいんですよね。なんでちょっとコクはちょっと弱いかな。でもまあ美味しいです。味はね、やっぱちょっと薄口のね、カルボナーラって感じなんで、もうちょっとなんかコク、なんか卵の黄身とかね、ニンニクとかね、そういうコクがあるともっといいかな。でも美味しい。で、なんといってもこれカルボナーラってね、こうパンチェッタ、ベーコンとかあるんだけど、キノコが入ってるのでキノコの風味がいいですね、これ。これね、ポルチーニとは書いてないんですけども、雰囲気的にね、ポルチーニ の、 あのクリームパスタってね、あるじゃないですか。あれになんか似てますね、雰囲気的にはね。キノコのクリームパスタ、いいですね。2、3年前もね、ランドのイーストサイドカフェで、このポルチーニだけの確かクリームパスタあったと思うんですけど、あんな感じですね。クリームソースとキノコの相性、めっちゃいいですよね。うん、美味しい。もうド定番だけど、めちゃくちゃ美味しいな。ちなみにカフェポルトフィーノガラッガラなんですよね。ちょっと今見えてる景色をちょっと皆さんお見せしましょうか。ちょっと待ってな。はい、今こんなんですね。向かい側に親子の方がいるんですけども、はい、もうこんな感じで僕の前のテーブルのとこ全然ゲストいないですよね。かつアクリル板なんですよね。すごい空いてる。パークあんな混んでるのにね。
はい、今日ですね3月25日の金曜日ね、パークすごい混んでんですよ。もう学生だらけなんですよね。でこんなに混んでるのにここガラッガラなんですよね。まあ僕の予想なんですけど学生がほとんどいないんですよね。一歩外出ると学生だらけなんですけど、やっぱ学生はねやっぱちょっとこういうお金かかるとこは多分来れないんだと思うよ。やっぱワンハンドフードとかねそういうのがやっぱ好むんじゃないですかね。浮き輪マンとか ねそういうのをやっぱ好むんだと思われます。ちょっといいですか、これね、この間美味しかった生ハムチーズいきます。モッツァレラと生ハムいきます。うん、この塩味チーズも美味しいね。いや、このパスタめちゃくちゃうまい。これもっと早く紹介すればよかった。どうしてもねカフェポルトフィーノってあのねシーザム定食セレクションズのあのカツレツのイメージが強いから、カツはいっかとかってスルーしちゃってて、何かしらパスタはあるよねみたいな、そんな感じでちょっとすいませんスルーしてました。まあ完全好みなんですけど、このキノコのクリームソースとかそういうのが好きでした。これもドストライクですね。はい、完食しました。めちゃくちゃうまかったです。はい、カフェポルトフィーノのディズニーシー20周年のスペシャルセット、リングイネパンチェッタとキノコのクリームソース、はい、こちら完食しました。めちゃくちゃうまかったです。このクリームソースとキノコがもともと好きなんで、それにパンチェッタってベーコンが加わってね、このクリームソースとそれからこのベーコンみたいなね、このパンチェッタみたいな、あの要はカルボナーラっぽい感じ、わかる？カルボナーラじゃないんだけども、カルボナーラをちょっとまあクリームスープっぽくちょっとなんかライトな感じにして、それにキノコが入ってって感じで、このねいいとこ取りな感じがすごく良かったですね。普通にまずそれが好きかどうかってところがあると思います。で僕は本当にクリームソースとキノコって本当好きなんで、もうねドストライクドンピシャのね、もう僕好みの味でしたね。いやこれねカフェポルトフィーノはっきり言ってね、あのビーフカツ、あのサーロインビーフカツでしたっけ、あれぶっちゃけ外れですね。やめた方がいいと思うよ。あれ1年間あれで走り切るつもりだと思うんだけど、なんかほらわらじみたいだし、もう作ってもう置いてあるし、なんかあの立ち食いそばなんかでも作ってあるコロッケとかあるじゃないですか、ああいう感じでもうどちゃっと置いてあるし、でビーフもお世辞にもそんなね柔らかいとも言えないし、ほんと申し訳ない。なんでカフェポルトフィーノはね、あのカツレツだったらこのパスタの方が全然いいですね。絶対損してると思うな。これすみません、僕これ外してました。これあのスルーしてました。こんな美味しいパスタだったらもっと初めから食べればよかったな。むちゃくちゃ今後悔してます。だってこの動画っておそらくね、僕編集の関係で3月30日要はこのメニュー終わってから多分この動画上げると思うので、これ間に合わないですよねいやーもったいないな。だって上げた頃にはもうこのメニュー終わってますからね。むちゃくちゃ美味しかった。このカフェポルトフィーノでねカツレツ食べようとしてる人がいたら、ちょっと待ってこっちの方がいいよって一人一人に声をかけてあげたいぐらい美味しかったんで、もうちょっと早く作ればよかったな。すごい後悔してる。めちゃくちゃ美味しかった。これ定番に置いてほしいですね。3月30日で終わっちゃうのは ねもったいない。なんか書いてるんだよこれ、3月30日までって。あ、それでも3ヶ月あったのか、すいません今更で。今頃かよって思ってる人いますよね。ごめんなさい、もっと早くでよかった。美味しかった。これめっちゃおすすめです。おすすめってもう食べれない、ごめんなさい。めっちゃうまかったです。はい、カフェポルトフィーノはね当たり外れが激しいので今回はこれ当たりでした。
はい、またね3月30日からねメニュー一新しますので、はい、また次もね紹介したいと思います。はい、以上シーズンハイポルトフィーノのスペシャルセットパスタのレポートでした。じゃあね、バイバーイ。